ラクトバシラス属は、グラム陽性の通性嫌気性、または微光気性、肝菌、皮膚方形成性の新生細菌の属である。ラクトバシラス属は、糖を乳酸に代謝する乳酸菌群の大部分を占めている。人では、ラクトバシラス属細菌は、多数の身体部位における微生物層の重要な構成要素である。ヨーロッパ系の女性では、ラクトバシラス属は、通常、 室内微生物の主要な細菌である。多くのラクトバシラス属は、いくつかの種は、糖から乳酸のみを産生する、ホモ乳酸発酵を用い、いくつかの種は、糖からアルコール、または、乳酸のいずれかを産生することができる、ヘテロ乳酸発酵を用いる。ラクトバシラス属は、呼吸差の完全な欠如にもかかわらず、酸素体制である。この酸素体制は、マンガーミー依存性であり、 ラクトバシラスプランタルムにおいて、研究、説明されている。この属の多くの種は、増殖のために鉄を必要とせず、極めて高い加酸化水素耐性を有する。ラクトバシラス属のゲノムの大きさは1.2から3.3メガバイトと大きなばらつきがある。したがって、タンパク質を高度する遺伝子の数は1100個から3200個まで、幅がある。ラクトバシラス属は、 ゲノムの高度領域に、豊富な複合マイクロサテライトを含み、不完全で多様なモチーフを有する。ラクトバチルス族は、現在180種以上の種を含み、多様な種を包含する。ラクトバシラス族は多系統群であり、ペディウコカス族は、LKCE 群を分け、L アシダフィリス、L サリバリウス及び L ラウテリは3つの異なるア種の代表である。パララクトボシラスは、 エルサリバリウス群に属する。近年、ラクトバシラス属の他の種分子として知られていたが、アターパビーム、カーノバクティリアム、ワイズラ、イーナコカス及びルコネストックに再分類されている。より最近になって、ペディウコカスシュピーデクストリニカスは、ラクトバシラス属の種として再分類されている。大謝に基づけば、ラクトバシラス種は3つの群に分けることができる。 女性の生殖管は人の微生物の主要なコロニー形成部位の一つであり、これらの細菌の蘇生と人の健康と関係があり、単一の種による支配が一般的な健康及び妊娠における良好な結果と相関している。女性の約70%においてラクトバシラス属が優勢であるが、これはヨーロッパ起源のアメリカ人女性とアフリカ起源の 女性の間で変化することが判明しており、後者のグループは、より多様な膣内微生物を有する傾向がある。ベルギーとタンザニアの女性の比較でも、同様の違いが確認されている。ラクトバシラス属は、インビトロ及びインビボで、心筋病原体、カンジダアルビカンスの増殖及び有害細菌を阻害する過酸化水素を産生する。抗生物質治療後、 特定の漢字出しは、腸管など細菌が強制する身体部位でのラクトバシラス属の再増殖を抑制することができる。単一のプロバイオティクスとして投与されたラクトバシラス属は過敏性腸症候群、またはクローン病の人々には有益ではない。他のプロバイオティクスと組み合わせて投与すると過敏性腸症候群の患者に役立つかもしれないが、少数の症例では、 副作用が生じる可能性があり、最も効果的なプロバイオティクスの種類や効果の大きさに不確定性が残る。ラクトバシラス属とビフィズス菌のプロバイオティクスは、会長の応お及び胆管炎の臨床症状を軽減することができる。エルアシドフィルスは、エシセイ腸炎及び他の新生児感染症を予防するために使用される。ラクトバシラス属は、マウスの発育早期における 抗成物質への曝露の長期的な副作用に対抗し得ることが最近示されている。いくつかのラクトバシラス種は、輸食の症例と関連している。乳酸は葉を払拭する可能性があり、唾液中のラクトバシラス属細菌数は長年にわたり、輸食検査として使用されてきた。ラクトバシラス属は、特徴的に既存の輸食病変、特に環状輸食病変を進行させる。 最近の研究では、プロバイオティクスで有益な乳酸肝菌が歯の部位に生息することを可能にし、歯の輸食を誘発する連鎖球菌の病原体の付着を妨げることを示しているので、問題は複雑である。高校衛生に関連したラクトバシラス属の科学的研究は新しい分野であり、ほんのわずかの研究と結果しか発表されていない。いくつかのラクトバシラス属は、 ヨーグルト、チーズ、ザワークラウト、ピクルス、ビール、サイダー、キムチ、ココア、ケフィア及び他の発酵食品及び、動物飼料の製造における発酵を利用している産業において、スターター培養菌として使用されている。ラクトバシラス種の抗菌及び、抗真菌活性は、これらの微生物を阻害するバクテリオジン及び、乳酸などの低分子化合物の酸性に依存する。 サワードウのパンは、自然に粉の中に存在する微生物を利用するか、水と小麦の培地中で生育する酵母と、ラクトバシラス属の強制培養物であるスターターを使用することで、自発的に行われる。微生物は糖を乳酸に代謝し、生育環境の pH を下げ、ヨーグルト、ザワークラウトなどの酸味を作り出す。多くの伝統的な漬物製法では、 野菜が塩水に沈められ、大塩性のラクトバシラス属が野菜に含まれる天然の糖を利用する。得られる塩と乳酸の混合物は、新菌のような他の微生物にとって敵対的な環境であり、このようにして野菜は長期にわたって食品として保持される。ラクトバシラス、特にエルカゼーよびエルブレビスは最も一般的なビール腐敗菌である。しかし、 ラクトバシラスはベルジャンランビックスビールやアメリカンワイルドアレビールなどのサワービールの製造に欠かせないものでありビールに味わいを与える。ありがとうございます。